皆さんこんばんは。いずつです。聞こえてるのかなこれ。ついに子孫もちょっと一人でやってみようということになり、今回初めていずつ一人で放送することにしました。まあ、喋るのは大丈夫なんですけど、ちょっと絵面的に井筒一人で大丈夫かっていう話に、まあ、あの4人で話していてなったんですけど、まあ、今回は許してください。まあ、絵面的に部屋も暗い方があんまり僕の顔見えなくていいかなと思ったんで、いつも通り暗くしてます。あのチャット欄が唯一の僕の助けなので、ぜひリアクションと質問をお願いします。見ながらやっています。あ、月曜の夜、そうですね、月曜から夜更かしではないですけど、まあ、時差がちょっと月曜の夜の定番になってきてたら嬉しいです。はい、では、まあ、今日は社会人サッカーとプロサッカーっていう、テーマで、一人語りをしようかなというふうに思うんですが、まあ、J リーグ僕が辞めて、ほぼ2年経ちました。徳島ヴォルティスというチームで、3年間プレーをしてから、2019、2020と、まあ、サラリーマン兼社会人サッカー選手をやって、おととい、あの今年のシーズンが、社会人サッカーちょっと今年は早かったんですけど、終わりました。まあ、2年間社会人サッカーをやった、まあ、経験も踏まえて、社会人サッカーとプロサッカーの違い、まあ、僕なりに感じていることを、今日はお話しできたらなというふうに思ってます。あの質問もいただいているので、最後に、簡単にですが質問にお答えしようと思っています。僕の今の生活スタイルはですね、本当にあの社会人サッカーというふうにふさわしい、サラリーマンをしながら、夜終わったら練習っていうような生活をしてます。練習の、曜日は水曜日と木曜日の夜、あと土曜日の午前中と日曜日はまあ試合みたいな感じで、生活してます。いや結構これが、まあ、慣れてくるとだいぶマシになったんですけど、最初はきつくて、本当にあの普通の方と変わらない朝から晩まで働いて、まあ、終わってから、移動して、新宿にグラウンドがあるんですけど、まあ、移動して、練習して、帰ってきて、で帰ってきたらまあちょっと仕事があの連絡とかがこう溜まっちゃってたりとかするんで、またその連絡を返してみたいな。で、まあ、11時ぐらいに仕事終わって、そこから寝て、また朝仕事してみたいな。そんな感じの生活をしてます。最初は1年目は特に最初の方はこう勢いでいけたんですけど、まあ、途中から体がボロボロになってきて、心も疲れてきて、1年目はそんな感じでしたね。2年目はだいぶ慣れて、今年は本当に充実したシーズンを過ごすことができました。まあ、結果は残念ながら出なかったんですけど、あとまあコロナとかで大変だったんですけど、まあ、そんな感じで、仕事とサッカーを両立させながら、頑張っています。はい。でですね、社会人サッカーやってみて、社会人サッカーのいいなって思うところを、ちょっと最初にお話ししようかなっていうふうに思ってます。一つ目はですね、二つあるんですけど、社会人サッカーのいいところの一つ目は、これはあの自尊の話でもたびたび僕があのお話をさせてもらっているところではあるんですけど、やっぱり自分で選んでサッカーをしているっていう感覚が、めちゃくちゃあります。プロの時はやっぱり、お金をもらって、サッカーをしてましたし、大学とか高校とかは、選んでやってるっていうよりはもう監督が怖いからとか、決められた練習の時間に行って、やって帰ってみたいな、なんかあんまり考えずにサッカーをしていたなっていうふうに思うんですけど、今はもう
すごいもう自分が好きでやってるっていう、まあ、感覚が強いですね。まあそれはそうなんですけど、なぜなら、まあ、辞めても別に誰にも怒られないというか、まあ、うん、そういうなんか選んでやってる感覚がめちゃくちゃ強いですね。あの僕のチームメートもみんなあのそれぞれこう仕事をしていて、サッカーでお金を誰ももらっていないので、まあ、究極別にサッカー辞めても全然生活には困んない、別に誰も頼んでないんですけど、まあ、自分が好きでサッカーをやってると、なんかそういうのがあのプロと社会人の一つの違いだなっていうふうに、まあ、思っています。はい。でお金をやっぱりもらうかもらわないかっていうのが、まあ、一つの、結構重要なあの分け目だな、分かれ目だなっていうふうに思っていて、まあ、心理学の実験でですね、まあ、子供にこうパズルをやらせて、まあ、片方のグループにはこうパズルが成功すると、まあ、ご褒美をあげる、片方は別に何もあげずに、まあ、ただパズルをやらせるみたいな、なんかそうやって2つにグループ分けをすると、ご褒美をもらったグループがの子供たちは、その後全然パズルで遊ばなくなるんですよね。一方、まあ、ご褒美をもらわなかったグループは、まあ、その後もパズルをこう楽しみ続けると。で、まあ、人間っていうのはやっぱり外側、まあ、外発的、まあ、外側からの報酬、まあ、お金とか、そういうものをもらっちゃうと、まあ、そのもの自体の楽しみみたいなものを失ってしまって、まあ、ご褒美もらえるからやるとか、お金もらえるからやるとか、まあ、そういうふうになっちゃう生き物だっていう、まあ、実験なんですよね。でこれは僕も本当にそうだなっていうふうに思っていて、最初は好きでサッカーを始めて、まあ、自分が上手くなったりとか、狙ったところにボールが蹴れるようになったりとか、そういうのが楽しくてやっていたはずなのに、いつの間にか監督に選ばれるためとか、お金を稼ぐためとか、徐々に、まあ、雄三さんの言葉を借りると自分の手元からサッカーが離れていく、そういう感覚に今陥ってしまって、やっぱりサッカー自体の楽しみみたいなものをやっぱりどんどんこうそれが感じづらくなってくる。でそのなんか一番こう頂点までいったのが、まあ、これはいいことなんですけど、やっぱりサッカーでお金をもらうっていう、まあ、仕事にする、そういうことでやっぱりサッカー自体のもともとあった楽しみみたいなものはやっぱりどこか薄れてくるような、感覚が、僕はあったんですけど、まあ話を戻すと、社会人サッカーの場合は、まあ、それでお金をもらってるわけじゃないので、まあ、自分が楽しくてサッカーをしている。サッカー楽しいなっていう、なんかそういうのをすごく感じられるのが、まあ、社会人サッカーのいいところかなと、僕は思ってます。で、これはもしかすると、まあ、僕は2年間しか、まあ、社会人をやってないので、まあ、仕事を語るのは本当に僭越というか、恐縮なんですが、まあ、もし皆さんがお仕事をしていても同じことが起きているかもしれないなというふうに思っていて、まあ、最初は自分が好きで始めた仕事でも、まあ、徐々に、お金をもらうためのなんか手段みたいな感じになっていって、その仕事自体の楽しみを感じられなくなるということが、往々にしてあるんじゃないかなというふうに、僕は思っています。はい。なので、まあ、なんかそう感じたら、まあ、僕は J リーガー辞めちゃったんですけど、まあ、仕事を変えたりとか、新しい道に進むっていうのも一つの手段だと思いますし、なんかそういうふうに常に自分のやってることにこう楽しみを見出せる状態が、あ、こんなにも大事なんだっていうふうに、まあ、すごく思ったっていうのが、まあ、一つの気づきですね。本当に仕事終わってからサッカー行くときとか、本当に、まあ、体も疲れてたりとかするんで、いや、なんで俺これから練習行くんだろうなとか、めちゃくちゃ思うことはあるんですけど、まあ、それでも、誰にもないんだけど、まあ、自分がやりたいからサッカーしに行くんだっていう、なんかそういう感覚を持ち続けることってすごく大事だなっていうふうに、この2年間で、学びました。はい。そうなんですよ。やりたいからやるって結構大事っすよね。はい。で、2つ目です。2つ目、これも本当に社会人サッカーに
自分がこう場所を移して、まあ、ガラッと、変わったことなんですけど、本当にサッカーの魅力とかサッカーの価値っていうのをこう他人に説明する機会がやっぱめっちゃ増えたんですよね。で、まあ、J リーガーやってる時って、まあ、基本的にサッカー関係者の人とかしか接点なかったりとか、まあ、応援してくれるのも、J リーグが好きな人で、自分の職場にいるのも、まあ、J リーグの関係者で、まあ、特にサッカーなんて説明する必要ないんですよね、 J リーガーの時って。だってみんなその道のプロで、みんなそのサッカーというものの魅力を知っている人たちだから。けど、まあ、僕がJ リーグを辞めて社会人になると、まあ、僕の今の仕事っていうのは、サッカーを知らない、例えば、新宿のチームなんで、サッカーを知らない新宿の人にサッカーの魅力を伝えたりとか、サッカーの面白さを伝えたりとかすることなんですけど、こういうことやってると何がいいかって、こう自分で改めてサッカーの面白さとかを考えないといけないじゃないですか。なんか当たり前にサッカーっていいよなって僕の中でこう勝手に思っていたものを、やっぱ誰かに説明しないといけないんで、あれなんで俺ってサッカー面白いって思ってるんだっけとか、サッカーって何がいいんだっけってめっちゃ考えるんですよ。この2年間考えてきたんですよ。で、そうすると、まあ何が起こるかって、どんどんサッカー好きになっていくんですよ。この僕でさえも。あんなになんかサッカーやめるとかサッカー嫌いとか、なんかまあそういうキャラクターにこう僕はまあ自分で言ってるからそうなってるんですけど、でこんな僕でもやっぱり誰かに改めてサッカーの魅力を説明しないといけないときに、やっぱサッカーのことすごく考えるんで、サッカーって冷静に考えたら、なんかこういうところもいいよなとか、あ、こんな面白さもそういえばあったなとか、なんかそういうふうにすごく気づけます。これは結構ですね、面白いですね、この作業をやってて。新宿って皆さん多分、まあ一度は来られたことがある人も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、もうサッカーとかいらないんですよ、別に究極、新宿って。もうね、至るところにいろんな美味しいご飯屋さんがあって、遊べるところがあって、まあ映画館もあるし、ライブハウスもあるし、なんかいろんな文化を堪能できるところもあるし、まあ、別にわざわざサッカーなくてもみんなまあ幸せにやってるんですよ、正直。けど、まあ、客観的に見るとそうなんですけど、でも僕らは絶対新宿にサッカーがあった方がいいと思ってるから、まあ、それを説明しないといけないんですけど、でもまあ事実は別になくても新宿ってすごいいい街だから、そういう人たちというか、まあ、そういう街に対して、いや、それでもサッカーいるんですよとか、そういうことを説明するのってまあ難しいんですけど、まあ、改めてさっき言った通り、自分が、サッカーにどこに魅力を感じているのかとか、サッカーの面白さって何なんだろうってすごい考えさせられる。めっちゃ考えました。やっぱすごい僕、サッカーに詳しくなりました、今年、去年で。はい。で、まあ、もうちょっと話を広げると、サッカーって、まあ、世の中的に、まあ、すごくいいよね、価値があるよねって認められてるようで、まあ、まだまだ全然認められてなくて、まあ、これはうちの会社でもよく話すことなんですけど、まあ、J リーグの売り上げってまあ大体1000億円ぐらいで、例えばパチンコ業界の売り上げとかって、皆さんご存知ですか、20兆とかなんですよ。20兆ってなんかもう J リーグの何倍やねんっていう感じなんですけど、もう圧倒的に、まあ、お金稼いでるから認められてるとは限らないんですけど、まあ、圧倒的にパチンコの方が世の中の人たちに、まあ、認められてるというか、まあ、それだけお金を払う価値があるっていうふうに思われてると。 J リーグはまあ1000億円ぐらいしか、まあ、その価値が今はないんですよね。まあ、これは例えばパチンコなんですけど、まあ、いろんな業界と比べてみると面白いと思うんですけど、まあ、1000億っていう数字は決してそんなに大きくないんですよ、業界としては。だから、客観的に見ると、まあ、社会全体で見るとまだまだサッカーってこう認められてないと。で、新宿にも当然プロのサッカークラブはないですから、新宿にはまだ認められてないと。そういう中でやっぱりこれからどん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 
僕らみたいな人間が、まだサッカーの魅力と価値を知らない人にこう面白さを伝えていかないといけない、まだそういう段階だというふうに思うので、なんかこうサッカー好きな人たちだけでこうつながって、楽しむのも、まあ、それはそれで全然いいんですけど、まあ、知らない人たちとかまだまだサッカーの魅力に気づいてない人たちに対してどういうふうにそれを伝えるのかっていうのも、やる人いないとやばいなっていうのもありますし、なんかそれを通して自分自身もすごく、サッカーの魅力にもう何度も言ってますけど、気づける、これすごいいいですね。多分サポーターの方も、誰か、サッカー知らない人と一緒にこの試合見に行こうよとか、なんかそういうやり取りがあると思うんですけど、その時に改めて自分の応援してるチームのことを考えたりとか、なんかどうすれば、試合一緒に見てくれるかなとか、なんかそういう中にいろんなあの気づきっていうのがあると思うんで、まあ、そうやって外に出ていくのもすごく大事だなっていうふうに思うわけですよ。はい。で、まあ、さらに言うと、もっと面白いのは、そのまあ、口説く相手というか、サッカーなんて別にいらないじゃん、サッカーなんてそんな大して面白くないじゃんっていうふうに、思ってる人を、まあ、どんどんこっち側に巻き込む、まあ、仕事をしてるわけですよ、僕は。で、まあ、その口説く相手っていうのが、まあ、例えば、まあ、町の、飲食店の方、ポスター貼ってくださいとかって言ったら、いやサッカーめっちゃいいんすよ、新宿にサッカークラブあった方がいいっすねとかって僕はやってるんですけど、まあ、そうやって口説く相手が、飲食店の例えば、まあオーナーの方だったりとか、まあ、スポンサーになってくださいよみたいな話なら経営者だったりとか、まあ、はたまた、まあ、最近あのニュース出ましたけど、行政新宿区だったりとか、そういう人たちに、まあ、いろんな人たちを、まあ、口説くわけですよ、まあ、いろんな人たちと、まあ、なんか切り合うわけですよ。別にサッカーなんていらないじゃんって言っている人と、絶対にサッカーがあった方がいいっていうふうに思ってる人と、まあ、こう真剣勝負でこう戦って、勝つと、まあ、その人がサッカーの存在を認めてくれて仲間になっていくみたい な、 なんかそういう戦いが結構やっぱ楽しいなっていうふうに思っていて、まさにこの前の、まあ、うちのクラブの話ですけど、新宿区との、まあ、包括連携協定っていう、まあ、オフィシャルの、まあ、なんか、認めますみたいなやつなんですけど、なんかそれもまあ、全然あの、まあ、サッカー嫌いとかではなかったんですけど、まだまだこうサッカーが認められてなかったところから、こっちがずっとこう魅力を伝えて勝ち伝えて、あ、やっぱいいねサッカーっていう風になってくれて、まあ、サッカーファミリーになったわけですよ新宿区が。それがやっぱすごい嬉しくて、まあ、自分たちのやってきたこと、それはもう僕がちっちゃい頃から今やってきたサッカーを、まあ、自分で改めて考えて、やっぱり新宿にあった方がいいよなっていう風に思って、それがまあ伝わったっていう、なんかこの経験はすごく変えがたい、経験だったなというふうに、思っていて、まあ、なんかこれはあの別に J リーグが悪いとかじゃないんですけど、まあ、J リーグにいた時には多分こう感じられなかったサッカーを知らない人にサッカーの魅力を伝えるっていう、なんかそういう中で自分の成長が、すごくあったなっていうふうに、思ってます。で、まあ、さらに言うと、結構やっぱサッカーって本当にいいものなんで、あの、口説くとやっぱ仲間になるんですよね。うん、結構いけるんですよ。結構やっぱ仲間にできる感覚があって、うん。なので、まあ、サッカーの今の現在地としては、まだあんまりたくさんの人には認められてないんだけど、でもやっぱりめちゃくちゃいいものだから、まあ、これをちゃんと伝えれば、もっともっとサッカーファミリーがまあ増えると思うと。あんなにこうサッカーをやめるやめるって言ってた割には、すごく今日僕は熱くサッカーを語ってるんですけど、まあ、こう社会人サッカーというのに触れて、僕も、なんかサッカーの良さとか、サッカーの面白さを今すごくあの再認識している、ところなので、まあ、ちょっとこう、饒舌になってるんですけど、そうなんです。まあ、なんかこういうのは、まあ、こう一つの、まあ、サッカー好きな人たちだけで集まってる、そのずっとサッカーをやってきた人たちで集まってても感じられないことだなっていうふうに思って、
まあ、社会人サッカーってところで、まあ、仕事もサッカーもやりながら、全然サッカー知らない人たちとも関わりながら、それでもまあサッカーをやるっていうのが、僕に対してすごくいい影響を与えているというふうに思うわけです。はい。そうなんですよ。そうですね。新宿だから良さを伝えにくい、お伝えやすいっていう感触はありますか？うん。そうですね。なんか今年はやっぱり、まあ、伝えやすいっていうと不謹慎なんですけど、まあ、新型コロナがあって、まあ、新宿っていう街はすごい大きいダメージを受けて、まあ、そういう、まあ、今のコロナの真っ只中ですけど、まあ、そういう街をどうやって再生するのかっていう時に、まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、一つにやっぱスポーツとかサッカーっていうものの力は使えるんじゃないですかっていう、まあ、僕らはそういう、まあ、今年のコロナの、まあ、事態を受けて、まあ、そういうふうに僕たちは信じていたので、まあ、そういう意味ではある意味、伝えやすかったというか、それはある程度こう刺さったんじゃないかなっていうふうに、思ってます。ただまあ新宿って本当にさっきも言った通り、まあ、いろんなカルチャーがあるし、いろんな遊びがあるし、かたやまあサッカースタジアムなんてなかなかあそこに作れるわけがないんで、まあ、そういう意味ではいらなくねっていうふうに言われちゃうこともある。だからまあ伝えにくいっちゃ伝えにくい、なんかそういう部分もあるかな。うん。まあでもそういうのもひっくるめてすごくまあ面白いですね、この街でサッカーをやるっていうのは。一応準備してきた話があるんで、そのまま、話しちゃうんですけど、まあ、ここまで、どっちかっていうと J リーグ下げで、こう、社会人サッカーを、なんか、上げる話をしてきたんですけど、まあ、最後にというか、後半になってきたんで、まあ、J リーグというか、まあ、プロサッカーのいいなというふうに思うところも、お話をさせてもらいたいんですけど、まあ、お気づきの通りですね、例えば一つ目に言った、まあ、選択してサッカーをしていることがすごく、まあ、僕にとっていいことなんですとか、まあ、サッカー知らない人にサッカーを説明する機会が、自分にとっていい経験なんですとか、まあ、今日二つお話ししたんですけど、まあ、これって別に、サッカー僕が J リーグでやっててもやろうと思えばできたことで、別にプロサッカー選手のままだったとしても、多分できたんですよ。そういうことはやめなくても多分できたと。けど、まあ、なかなか、うん、そういうことに気づけなかったんで、僕は、まあ、ちょっとまあ一か八かだったんですけど、まあ、サッカー選手をこうやめてどうなるかなって試してみたら、まあ、この2つの気づきがあったということで、まあ、別にやめなくても自分で選択してプロサッカー選手をやる、自分で選択してサッカーをやるってこともできるし、 J リーガーのままでも、知らない人にサッカーの魅力を伝えたりとか、まあ、そういう機会を作るってことも多分できると。うん。なので、まあ、僕は別にこう J リーグやめた方がいいよとかっていうふうに言うつもりは全くなくて、むしろ、続けれる人はずっと続けた方がいいと思ってるので、なんかそういう意味では、まあ、社会人サッカーに僕が行ったから気づけたことではあるし、それは間違いないんですけど、やめなくても別に気づけたなっていうのは正直あります。やっぱりやめてみるとすごく、J リーガーだった時に良かったなって思うこともたくさんやっぱりあって、まあ、一つはよく言われる話ですけど、まあ J リーガープロサッカー選手って発信力とか影響力があるよねと言われるわけです。これは本当に絶対そうで、もっとプロサッカー選手の技術と、まあ、プロサッカー選手の技術だったら、絶対後者の方が、まあ、影響力も発信力もあるし、まあ、今現役の J リーガーの方も、すごく大きい発信力と影響力を持っていると思うんで、まあ、それは絶対に、まあ、貴重ですと。ただ、まあ、僕もそうだったんですけど、まあ、その発信力とか影響力っていうのは多分、きっかけでしかないと思うので、その発信力とか影響力を使って何がしたいのかとか何を伝えたいのかっていう、なんかここが大事なんですよね。発信力とか影響力を持ちましょうとか持ってる人すげえみたいな風潮多分世の中に最近あると思うんですけど、
重要なのはその発信力とか影響力を使って何をするかっていう、この何をするかっていうところをもっと真剣に考えないとあんま意味ないんですよ多分。でこれ分からない人の行き着く先がもうとにかく発信力とか影響力を高めて、まあ YouTube とかインスタもそうですけど、まあ、最終的に結局広告ビジネスになると。で広告って、まあ、自分じゃない誰かの売りたいものとか自分じゃない誰かのやりたいことを宣伝するっていうことなんで、せっかく自分が発信力とか影響力を持ってもそれを使って誰かのやりたいこととか誰かの言いたいことを伝えるって、まあ、いいんですけど、なんかもったいない気するじゃないですか。せっかく自分で発信力とか影響力持ってるならそれを自分の言いたいこととか自分のやりたいことを載せる場にした方が絶対いいけど、ここが結局、まあ、僕もそうだったんですけど、 J リーガーのうちに何を伝えればいいのかとか何がやりたいのかっていうのが分かんなかったんで、まあ、なんか発信力とか影響力とかをうまく使えてなかった。これがなんかちょっと僕がミスったというか、なんかもっと早く気づけばよかったなっていうところではあります。で、なんか今の世の中的にはなんかまあ YouTube のまあチャンネル、僕もこれ YouTube なんで何とも言えないんですけど、YouTube のチャンネル登録者数めっちゃ増やしましょうとか、Instagram のとか Twitter のフォロワーめっちゃ増やして、影響力持つとなんかビジネス的にどうちゃらこうちゃらとか、なんかこう儲かりますみたいな話とか、全部まあ結局、全部広告の話じゃないですか。影響力持って、それをまあ広告のビジネスにこう生かしていくみたいな。まあそれもいいんですけど、なんか僕はできればやっぱりそれを使って何をしたいのかとか何をやりたいのかっていうところに J リーガーがちゃんと自分で答えを持って今の J リーガーっていう立場とか影響力を活用し始めると、なんかすごくいい世の中になるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ最終的にはその人のセカンドキャリアとかにもすごくいい影響があるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、なんかその最後の大事なところ、なんかそこをちゃんと考えるのが、まあ、考えることができるとすごいいいなっていうふうに思いますし、まあ、話を戻すと、まあ、プロサッカー選手とか J リーガーってそういうものをもうすでに持ってる状態なんで、まあ、僕なんかしがないこう社会人サッカー選手をやってますけど、こんな僕よりも圧倒的にやっぱり世の中に価値を提供できるから、そこはすごい羨ましいなっていうふうに思う、まあ、ちょっと僕が後悔しているところではあります。まあ、みたいな話です。なので、まあ、まとめとか別にないんですけど、まあ、社会人サッカーやっててすごいいいなって思ったのは、まあ、一つはやっぱり自分でサッカーをしているっていう感覚があるんで、まあ、すごく楽しい。こう自分が、こう選んでこのプレーをしている、サッカーをしているっていう感覚はすごく自分の人生に大事だなっていうふうに思ったってところと、まあ、もう一つは、サッカーを知らない人にサッカーの面白さを伝えたりとかする過程で、まあ、自分自身にも気づきがあるし、そうやってどんどん仲間を広げていくのは、ものすごく、まあ、自分の人生が豊かになっているっていう感覚があると、まあ、この2つが社会人サッカーしてすごく良かったなっていうふうに思っているところです。で別にこれってさっきも話した通りなんですけど、プロサッカー選手辞めなくてもできることだというふうに思うので、まあ J リーガー向けの話ではないんですけど、まあ、J リーガーの人もきっとなんかこの辺がこう結構大事なんじゃないかなっていうふうに僕は2年間社会人サッカーをして、思うところです。はい、意外とこれ楽しいですね、一人で喋るの。ちょっと聞いてる人がどうか分かんないんですけど、全然これいけちゃうな。質問いただいてたやつ、ツイッターでもらってたやつ、拾えるやつたら拾い、あとチャットもなんか、ハテナがついてるやつは、拾いたいです。社会人サッカー、いやー、社会人サッカーだったかな。サッカーと仕事を両立してるとロジカルになりますかみたいな質問あったと思うんですけど、まさにロジカルになります。これはまあ、社会人サッカーやっててよかったことの中にあった、新しくサッカー知らない人にサッカーを説明するって時に、まあ、ロジカルさ
問われますし、あと逆もあるんですよね。あの全然関係ない僕の知らない業界の人と話をすると、その人が僕に説明してくれるわけじゃないですか。で、あ、こういうふうに説明すると、例えば、僕の素人のジャンル、僕が全然知らないジャンルのことでも、あ、めっちゃ納得感あったわとかっていうなんか学びがあったりとかしますし、まあクリアソンって人材紹介っていう、まあいわゆる人材業界みたいなあのビジネスをやっているんですけど、まあ人材業界をやってる事業部があって、そこのまあ僕の上司みたいな人が、人材業界っていうのはこういうもんや、リフ君みたいな話を教えてくれるときとかに、あ、こうやって人材業界のことを説明すると、全然知らないズブの素人の僕でも、よくわかるんだとかっていう、なんかそういうふうになんか逆もありますね。自分が説明するときにも、ロジカルになるし、説明を受けることで、あ、こうやって人に話をすればうまく伝わるんだとか、なんかそういうのはどんどん自分がロジカルになっている感覚はあります。はい、J リーグを経験して今に生きていることみたいな質問もありました。これはめっちゃありますって多分答えたと思うんですけど、やっぱすごくいいなというふうに思ったのは、J リーグとかで、まあ、サッカーを、まあ、本当に全然僕はちょっとしかやってないし、全然結果も残してないんですけど、まあ、1、2年試合に出させてもらって、まあ、こう有名な選手とマッチアップしたりとかするじゃないですか。で、まあ、マッチアップすると、まあ、当然向こうが有名で僕は無名なんで、まあ、めっちゃやられるんですけど、でもそんな中でも、まあ、ボール取れたりとか、うん、なんか自分の方が勝ってる部分とかが、まあ、バチバチやってるとこ見えてくると。で、試合終わった時には、あの人もなんか有名ですごいなんか完璧な選手だと思ってたけど、意外と普通の人間なんだなみたいなことが、まあ、なんか言葉じゃなくてなんか体でわかるんですよ。こう90分間バチバチやると。で、なんかそういう経験を繰り返していくうちに、まあ試合したことない J1 の選手とか、わかんないビジネス界のなんか有名な人とかのことをニュースとかで見て、あ、すげえなって思いながらも、なんか心のどっかでなんかマッチアップしてバチバチこうやり合ったら、まあ自分にも勝てるところあるんじゃないかとか、まあ、あの人もこうメディアとかですごい人っていうふうに取り上げられてるけど、まあなんか弱点あるんだろうなみたいな、なんかそういう感覚がすごくこう体に染みついているので、まあ、ビジネスの現場とかで、まあ、すごい人とか出てきても、まあ、これツイートしましたけど、なんかいや勝てる部分も絶対あるなっていう、なんかそういう気持ちの余裕、なんかそういうのはすごいJリーグでこうバチバチ有名な選手とか、まあ、それこそ屈強な外国籍選手とかとこうやり合って、それでもこう自分でも勝てる部分を見つけたりとかした、なんかそういう経験がすごい生きてるなっていうふうに思います。はい。つなぐサッカー、社会人サッカーで流行ってるんですかみたいな質問もあったんですけど、これちょっとあんま分かんないんですけど、まあ、つなぐつながないの話ってよく出るんですけど、まあ、徳島もよくそういう言い方をされますよね、多分徳島はつなぐサッカーだみたいな。で、僕が、2年目3年目とかは、まあ、今の監督が来て本当に1年目2年目の時だったんですけど、まあ、徳島をこうつなぐサッカーをしてるとか、いいサッカーをしてるとか、なんかそういう話ばっかりで、なんかそれをそのサッカーで何をするのかっていうところの話が全然出てこなかったんですよ。それはチーム内でもそうだし、まあ、メディアとか他のクラブからの評価とかもそうだったんですけど、やっぱりなんかその結局戦術とかって手段なんで、それを使って何をするのかっていうところがところにこうもっとこうスポットライトが当たるようにならないとダメだなと思ってて、まさに今の徳島とかはこれまで積み重ねてきた、もう5年ぐらいかな、4年か5年ぐらいやってきたあのサッカーで何をするのか、まあ、J1 昇格だと思うんですけど、なんかそこにすごいスポットライトが当たってる感じがするんで、いいなというか、まあ、強いなって思う、なんかそういうふうに僕は見てます。ちょっと質問の答えになってるんですけど、でですね、なんか自分の選んだ道は間違っていなかったですかみたいな泣ける質問もあってですね、
泣きそうになったんですけど、まあ徳島に行って、まあ、徳島辞めて今のチームに来て自分の道間違ってなかったと言えるなんか根拠みたいなのありますかみたいな質問だったんですけど、まあ、これはもう絶対にですね、もう僕がサッカーを続けていることがもう紛れもない根拠だというふうに思っていて、まあもういろんなところでお話してるとき、僕はもういつでもサッカーをやめれる覚悟で、ここまでサッカーを続けてきて、まあこうチームを変えるたびに、まああれだったらやめようみたいな、微妙だったらもう、まあ足を洗おうみたいな感じで、常にこうちょっと後ろに重心をかけながらサッカーをやるっていう決断を、まあ重ねてきたんですけど、まあ徳島やめるときも書きましたけど、まあ3年もサッカー選手やるなんて、まあ最初は思ってもなかったし、まあ、今のチームに来ても、まあ、別に辞めてもいい、別に誰にも怒られないんですけど、それでもやっぱりサッカーをやってるっていうのは、やっぱりこのサッカーを続けるっていう決断が自分の中でまあ間違ってなかったっていうふうに思っているからだというふうに思っているので、それが一番の根拠なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、辞めたからといってなんか別にあれなんですけど、まあもう結構やってるんでサッカー、なんか幸せで、まあ、ここまでは結構幸せだなと思いますね。そうっすね。そんなところかな。そんなところですかね。今は誰のためにサッカーやってますかっていうのもありますね。いや、難しいっすね。まあ、一つは間違いなく自分のためですね。なんか、サッカーやってると、まあ、今日も話した通りたくさんいいことがあって、で、まあ、まあこれも社会人サッカーのいいところなんですけど、まあまあ、完全にこう、まあ、普通のサラリーマン生活というものが土台にあって、僕はその上にこうサッカーをやっているっていうことがあるので、なんかこうなんていうんですかね、サッカーを、やることってもうただのプラスでしかないと、やんなくてもまあプラマイゼロなんですけど、まあ、サッカーやることでまあこうプラスになるんで、なんかちょっとでもサッカーやってていいことがあったらもう本当にすごい儲けというか、やってなかったら絶対得られなかったことなんで、なんかそういう感覚はすごいあるので、まあ、自分のためになってるなっていうふうに思いますし、まあ、もう一つは本当にまあ、新宿というか応援してくれる人、地域、そういうところになんかサッカーで何ができるのかなっていうのは、すごく今考えているところですね。まあ、徳島の時は徳島のサポーターはもうすでに徳島ヴォルティスを好きな人がやっぱり多いんで、まあ、その人たちに何ができるかっていう発想だったし、今の場合だと、まあ、クリアソン新宿のファンって別に新宿にはそんなに多くないんで、なんかもうちょっとこうゼロから作っている感じ、もうちょっとこう誰かのためにっていうところが、なんか最初の段階からやっている感じですね、今は。はい。練習なしで30分ぐらいにまとめました。そうですね、練習してないですね、特に。伊豆さんの活動は他のスポーツにも転用可能でしょうか、それともフットボールだからこそ成し得ることなんでしょうか。いや、これは結構転用可能だと僕は勝手に思ってるんですよね。なんか多分一緒だと思うんですよね、他のスポーツもこういう考え方は。なんか別にこうバスケやってたらバスケでもプロになってたかとか、なんかそんなことを言うつもりは全くないんですけど、でもなんかちゃんとこう僕がとかじゃなくて、自分のやってきたことをこう言葉にできる人は、他のスポーツとか、他の、まあ、例えばビジネスとかにチャレンジしても、まあ、絶対に成功できるなっていうふうには思います。オファーがあれば J に戻ることはありますか？いやー、あるのかな。今のチームもすぐ J リーグ行きますからね。伊豆選手から見たクリアソンの印象や感想
いや、すごいいいチームです、本当に。みんなすごい真面目で、大好きなチームですね。指導者ライセンス取らないっすね。指導者向いてないと思うんで。こんなことやってるとちょっとなんか芸能人のショールームみたいな感じになってくるんで、ちょっとこの辺でやめます。僕の雑談にそんなに価値はないと思うので。まあでも今日は、まあ社会人サッカーとプロサッカーというテーマでやりましたが、なんかこう環境を変えてみてすごく、学びがあったという、なんかご報告ができればいいなっていうふうに思って、今日は、お話をさせてもらいました。まあ、よく聞かれるんですけど、まあ、よく言われるんですけど、J リーガー辞めたのすごいですね、みたいな、なかなかできない決断ですよねって言われるんですけど、なんか全くそんなことなくて、別に辞めるのなんて誰でもできるじゃないですか。だから、まあ、こうそんなにこう皆さんみたいなこうそんな大げさなことを言うつもりはないんですけど、まあ仮に皆さんが、まあ、今の仕事が嫌だったりとか、まあなんかモヤモヤしてる気持ちがあるのであれば、なんかぜひなんか新しい環境に足を踏み出してほしいなっていうふうに思うわけです、僕は。ちょっと話が長くなってしまうんですけど、辞めたからといって、じゃあ例えばサッカー選手辞めて宇宙飛行士になりたいとかって言って宇宙飛行士になれるかって言われると、まあ、絶対なれないんですけど、まあ、少なくとも今の仕事を辞めることはまあできるじゃないですか。その後自分のなりたいものになれるかどうか置いといて、今の仕事は今のやってることは、まあ、もやもやしてる気持ちがあるなら、まあ、いつでも辞めれると。別に誰にも頼まれてないし、まあ、もちろんご飯を食べていかないといけないし、家族がいたらご飯を食べさせていかないといけないと思うんですけど、まあ、それでも別に、まあ、飢え死にすることはないと僕は思っているので、辞めることを推奨しているわけじゃないんですけど、まあ、でも誰かの期待とか、まあ、誰かにやらされてるみたいなことは全くないので、まあ、なんかそういう、ないものをあるとして、本当に決断しないといけないタイミングで決断できなくなるのはすごくもったいないなというふうに思っているので、まあ、これは別に進路のやるやらないの話ではなく、それ以外にもいろんな意思決定が人生にあると思うので、なんかそういうことを、まあ、12月なんで僕はこういうタイミングでは当時の決断を振り返ってすごく思うところです。はい。まあ、新しい環境に来るとまた違った学びがあるので、今日はなんかそうやって僕が学びながら楽しくやっているっていう、一つのご報告でした。まあでも実は、まあ、僕はもう J リーガーじゃないですけど、J リーガーの人たちが、まあ僕みたいにこう、ちゃぶ台ひっくり返してやめますみたいなことしなくても、J リーガーとしてまあ豊かになっていく方法とか、まあそういうものをみんなで考えていきましょうっていうグループなんで、チームなので、まあそんな感じで引き続き、頑張ってサッカーも続けて、J リーガーも続けてもらって頑張ってやっていきたいというふうに思ってます。来週もまた、来週はちょっとまた違った雰囲気の放送になると思うんで、ぜひ、お楽しみにしておいてください。この放送がもし好評であれば、ぜひ一人で何回も繰り返し再生してもらって、こう再生回数を伸ばしてもらえると、うちのディレクターが良かったねこの前の放送っていう風に言ってくれて、またチャンスをくれるんでご協力お願いします。再生回数が伸びないと打ち切りになります。それではまあちょうど45分なので、最近は30分メインで15分はプラスアルファっていう感じでやってるんで、この辺で終わりにしたいと思います。確かに時間完璧でしたね今日。ではまた来週も自走トーク見てください。今日はありがとうございました。
さよなら。